那覇市教育委員会によりますと、これまでの小中学校の春休み期間12日間では、次年度の準備や引き継ぎが間に合わず、教員が土日返上で準備するなど、負担が大きい現状が確認されていました。これを受けて那覇市は来年度以降、春休みを18日間へ6日間増やす方針で、関係規則を改正するべく、調整を進めています。 具体的には、新学年が始まる前の春休みを、これまでの4月6日までから4月7日までに1日増やします。また、学年末の3月の春休みは、これまで3月26日からと定めてきましたが、来年度2025年以降は3月21日からに前倒しし、5日間増やします。 合計6日間の春休みの増加を教員が多忙になる時期のゆとりにつなげる考えだということで年内にはこの方針で正式に決定する見通しだということです。